たとえスリングショットで撃たれても割れぬ。砂紅印のスーパーバルーンなのさ。割れたよ。モンスターの派遣ができるようになった。指導員ジャネマに話しかけてみよう。ふんふん。段ランクを4に上げる。じゃとりあえず新しく仲間にできる子は新しいことがありそうですよ。一度覗いてみてはいかがでしょうか。加入希望者を確認。希望者はこちらです。うんうん。ブルボン、この子レベル9もあるやん。じゃあこの子に置き換えようかな。スライム系加入条件できてなかった、ちゃんと。マジか、全然誰も仲間にできんやん。クソ。他に何か利用されますか。いや、OK です。新しいニッククエストを依頼させていただきました。我が輩に任せろ。よく来たな。どんなようだ。発見。派遣だな。注目だブー。派遣について、ダンの仲間たちを世界各地へ送り出しお宝探ししてもらおう。ぴったり度を高くすればいろいろな素材だけでなくお宝も持ち帰ってくれるぞ。派遣先で見つけたお得情報を報告してくれることも。おー、いいやん。第一派遣隊待機中。じゃあここ派遣先。行き先はどこだ。じゃあここ最初のとこ行ってもらおうかな。え、選べたい今。選べたんかな。編成する。誰を送るのだ。何、なんかキラキラ輝きよるやつ。じゃあ今連れてない子たちを連れて行ってもらうか。プルプル。スラッチェとカゲロエとドロンテ。ちょっと待って、できてない。じゃあこれで出発。いってらっしゃい。出発だ。一丁行ってみるか。旅立ってった。15分で帰ってくるんやね。じゃあ私も旅立ってこよう。次また別のところ行ってみようかな。ええ、こんなのおったおらんかったよね。話せるタイプのやつか。いやいや、お主が参るのでござるな。拙者の横にある掲示板にて、ダンの日課を確認できるでござるぞ。おっと申し遅れた。拙者は連鉄。これでもしがない元お宝ハンターでござる。トマソン殿には以前世話になったゆえ、手伝いに来たでござるよ。なんでも参るのたちはお宝探しをしているとか。拙者は元お宝ハンターゆえ、お宝探しには少し詳しいでござる。もしわからないことがあれば、何でも聞いてくだされ。なるほど。要は機能が解放された件現れた仲間ってことね。これやっけ、日課。日課クエストについて、毎日発生する簡単なクエストで報酬を手に入れよう。本部の掲示板で報告すればクエストクリアだ。全部達成するといいものがもらえるかも。日課クエストは1日に4つ受けられる。1日経ったら消えてしまうので、条件を満たしたら忘れずに報告しよう。調子はいかがです。あ、ロマン技をぶっ放せあるやん。モンスタービジョン、素材を集めよう。モンスターを倒せ。今日の日課を全てこなす。ロマン技をぶっ放せ。あ、選ぶとかじゃなくって、勝手にもうなんか、これクリアしてよみたいな扱いになるってこと？なるほどね。分析はどこだろう？探しに行くぶ。そっか、さっきなんか占いが変わったみたいなの言ったんよね。あ、じゃあさっき行こうとして、やめた。スバイザ草原とここ 50% になったけん行こうや。行こう行こう。女の子なの君。あら、もしかしてあなたがメアちゃん。トマソンちゃんの言ってた子でしょ。私はイムレン。イムレン、ここ湿原の駅の車掌をしてたことがあるわ。トマソンちゃんからターミナル駅が直ったって聞いて急いで来たのよ。あなたがターミナル駅を復旧してくれたら、この駅まで復活しちゃったみたいなのよね。そうだ、ついでと言ったら悪いけど、他の駅も直しちゃってくれないかしら。どうかしら。ここには他に3つの駅があるんだけど、全部直してくれたらお礼は弾むから。やります。もうひたすら受けまくっていくやつ。やってくれるのね。ありがとう、とても嬉しいわ。ツバイザ草原島はここの他に緑の段丘の駅と参道前の駅と
レイさんの駅があるの。3つ。復旧の仕方は駅にいる駅ボットに聞いて。私たちと同じ姿をしたマシーンよ。あ、駅の復旧に必要だと思うからこれをあげるわ。駅ボットに渡してね。前はイムレンからブラドコーツを1個受け取った。とりあえず1個ずつはもらえる。よろしくね。全部復旧できたらここに来てよ。改めてお礼しちゃうからよろしくね。もし地上に降りたいならそこのエレベーターを使うといいわよ。了解です。ちょ、また落ちたらあれやけん、これで降りてくわ。またこれが売店やね。お、君はもしかしてお客さん？お店を開けといて正解だったね。たくさんお客さんが来るといいな。あ、いけない、お仕事しないとね。いや大丈夫です。そしてそこに喋れるオークが。噂に聞いた駅というのはここですか。なかなかハイカラな建物ですね。何でも列車というものに乗れて遠くへ楽に行けるらしいですね。丁寧な話し方の多く。あそこが距離近…いや近くはないな。全然近くはなかったな。飛んでいくか。なんか乗ってさ、乗って走れるタイプのでかいのがおる。なんか乗って走れるタイプのモンスターおらんのかな。これはあれか、さすがに話せるタイプのモンスターかな。あ、いやね、さすが自然が豊かなとこだね。いい食材があちこちで見つかるじゃないの。ごめんなさいね、あなたのこと見えてなかったわ。お家にお帰り。こんなところで何をしているの。危ないからお家にお帰り。かわいい。闇夜だけ、まがまがしい雰囲気のキノコ。弾の作成などに必要な素材でツバイド草原島で入手できる。かわいい。え、めっちゃレベル高いのおるんやけど。なんか、え、なんかレベル高い、レベル高い。ちょっと待って、怖い怖い怖い。え、なんかその辺ねえ、歩きよる。あれなんか近いな。ねえ、レベル5のスライムもおるのにさ、なんか同じぐらいの近さのとこにレベル21のキラーパンサーとかおるんやけど。ちょっと待って、先に私ドラキーも仲間にしたいんだ。やあ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 、どこにいるんだか見えねえな。クソ、スカウトできんかった。んで、どこだ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 。あ、もうめちゃくちゃ近いんや。どの辺だ。木の近く、岩もあるな。あ、この辺じゃない？ほら、やったー、一発。近かった近かった。段のランクを4に上げるって結構よね。今まだ2やろ。やったぜ。サングラスや。これはあれやもんね、段のランクじゃなくて普通にレベルやもんね。あ、ここからあれ行くことはできるのか、上に。くそ。滑空じゃなくて持ち上げていただきたいんよね。あ、こんな近くにあったんや。あれあれあれやん、君たちですよね、最初のとこにおった子たちよね。私たちの手作りバルーン、いつ見ても惚れ惚れする出来だわね。特に唇のあたりが私にてチャーミングだわ。本当にバルーンは割れない？何、どういうこと？こんなところでそちらさんに会うとは奇遇ですな。ところであそこに浮いているバルーンどうよ。俺たちが作ったんだぜ。たとえスリングショットで撃たれても割れぬ砂紅印のスーパーバルーンなのさ。どれのこと、バルーン。どこにバルーンがあるの？あれのこと？あれを割ればいいってこと？割れたよ。割れましたよ。ちょっと。あんた何してくれてんのよ。せっかく作った私たちのバルーンを割っちゃうなんてひどいじゃない。ごめんね。
まさか綱紅印のスーパーバルーンがあっさり割られちまうとはな。でも一個くらいいいんじゃね、たくさん作ったんだしさ。そうね、すでに世界中のあちこちにばらまいてやったものね。ペラペラペラ、綱紅印のバルーンがこの世界を埋め尽くすんだぜ。何の意味があるの、こんなおかしなバルーンがあちこちにあったら邪魔くさいブー。それだけこの野望を止められるかしら。やれるものならやってみなさいよ。世界中のいろんなとこに隠してあるわ。つまりはもう割られないってことよ。もしも10個でも割ったらツナマンのお宝をくれてやってもいいわ。勝手に俺のお宝をあげるなんてひどいじゃんかよ。割られるはずがないんだからそんな心配は無用なのよ。なるほど、それはマップ上には記されんやつか。なら大丈夫か、ベニーシャは賢いな。さて、これは私たちからの挑戦状よ。どれだけバルーン割れるかしらね。あんたたちのお手並み拝見と行こうじゃないのさ。世界を埋め尽くしたいのにわざわざ隠しちゃうなんて意味ないブ。でもおかしなバルーンを見つけたら撃ち落としてここに報告に来てみるブ。ふんふん、これは近場だけじゃなくていろんなところにあるってことね、綱紅の挑戦状。んじゃあ、まあ、ちょっとバルーンも探しつつ進んでいこうか。ん、あれはなんだ、人がおるよ。私はノーラ、こう見えてアネモア様の親衛隊の隊員なのよ。私この島の調査をしてるんだけど、モンスターが強くて行き詰まってるの。なるほど、アネモア様って誰や。ギンギーラ空賊団のやつか。あ、これエキボットじゃない？駅を管理するエキボットというからくりのようだ。エキボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。ヘビーオブジェ。何それ？この近くの緑色の鉱物の採取ポイントで手に入る。あれがヘビーオブジェ？ 4 つもいるん。あ、ブラッドコーツあるよ。あ、でもとりあえずヘビーオブジェを先に。緑色の鉱物の採取ポイント。何それ？緑色の意味よくわからないんだけど、この近く？とりあえず進むか。なんかあっちにもいろいろと、めっちゃただのおっさんみたいな感じの寝方やな。あのオーク。オークキングか。若干レベルが高いのね。それはちょっと避けたい。よろしくな。それはちょっと避けたいので、あれさっきのさ、あのマーク。これ早く走れる。あ、乗れるやん。もうちょっと言って、先に。乗れた乗れた。ただしこれも、うわ、めっちゃ雨降るやん。ただしこれも、なんか、メーターがあるね。なんか強そう。大丈夫かブ？うん、なんか強そうな敵になってきた、この辺。危険か？なんか強そう。大丈夫かブ？くそ、連続では使えねえ。みんなやられないでね。じゃあ、オークイーンとかおるん。回復結構かかるな。多分だいぶ遠くなったよね。緑色の鉱石が取れる場所ってどこだよ。全くわからねえ。歌わないで。あ、ここもそうやない？駅やない？あ、あの子あれやん。名前忘れたけど。とりあえずいろいろ話しかけとこう。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。闇夜だっけ。あ、あと2つ。でも、ここは簡単にクリアできそうな気がするな。その辺のキノコ。え、何？何やってんの？まやちゃんじゃない。ちょうどいいところに来てくれたわ。お宝を探してこの島に来てみたんだけど、怪我をしたこの子を見つけちゃったの。手当てはしたんだけど元気にならなくて、美味しいものを食べさせてあげたいの。
悪いけどキラーパンサーの好物料理キバトギステーキを用意してもらえないかな。私料理に詳しくないから作ることができなくて困ってたの。お願い。俺はちゃんとするからお願い。わからねえよキバトギステーキ。あ、待って、ここにキノコ。ビリビリキノコか。電気をまとうしびれるキノコ、玉の作成などに必要な素材。あとねキノコ2ついるんすよ。闇夜だけ。ちょ待って、どの辺。どこだどこだ、見つけたった。あ、そんなに近いんや。うん、なんか岩がある。ライスフラワー、美味しいお米が取れる稲、料理の作成などに必要な素材。あの岩はどの辺だ。え、なんかそれっぽい形の岩ないんやけど。え、でもここが近いんよね。下とかかな。ん、いや下にもそんなのはないけど。ん、あの辺は。よいしょ、ちょい下に降りてみて。ないぞ。どこだどこだ、お、近いぞ。こっち。あっち側かな。待って、こっちぐるっと回って、こっち側とかか。近いぞ。なんか近いっぽい。あ、おろして、おろしてください私をね。おろせって。よし、同じ操作せんといかんのか、降りるときも。どうや。これはなんだろう。なんかマントっぽい感じの。これは全員に入りよんか、経験値。よきよき。デスレイブン。なんか思ったよりキノコないんやけど。これ何のマーク？あ、キノコキノコキノコ。さあ、どや。ビリビリキノコかい。違うんよ、ビリビリじゃないんよ、私が探しよんのは。これでこの駅復活できるよ。はい、闇夜だけ。どうぞ。で、ブラドクオツ。OK。ブラドクオツって2個手に入れてなかった？前回の砂漠と。緑の段丘の駅が復旧し、行き先として選べるようになった。やったね、駅復旧したよ。じゃあここから帰ろう、一旦拠点に。帰って鑑定するブ。あゆな団島。ただいま。前回よりは多いんかな、前回と一緒か。はい、お宝鑑定お願いします。どんなお宝かな、どうでしょう。これはインテリメガネ、サングラスじゃなかった。お、55万。世の中を見通すというメガネ。なんかすごい良さげじゃないこれ。泥なんかい。めっちゃヴィンテージもんやんって思ったのに。伝説の勇者が身につけていたと言われる鎧の偽物。柔らかくうにゃりとしているらしい。どういうこと？泥で作っとるってこと？泥だらけの鎧ってことじゃなくて？なんかそれはそれですごくない？どんな技術力？これは？これは見たことない。メンタルキングの鎧？何それ？メタルキングじゃなくて？最強レベルの防御力を誇る究極の鎧の偽物。
着ていると気が大きくなるがあんまり防御はできないという、まあ、メンタルキングやけんね。でも48万、偽物で48万だいぶすごいやん。あ、しかもほら高級やって、やば、いいやん。今回のお宝総額142万いっとるよ。え、すごい、すごいよ。全体的に高かった。お宝を宝物庫に送った。よしよし、帰ってきたら回復するんやね。変わった分。なるほどなるほど。ん、もしかしてなんかクリアした？調子はいかがですか？お、モンスタービジョン、はい、モンスタービジョン見ました。で、素材も集めました。あ、なんかお肉ゲットしたよ、霜降りミート。これ何？魔力の粉ね。で、素材集めた。お疲れ様でした。やった。これは妖精の面か。モンスターを倒しました。お疲れ様でした。やった。スライムの冠、うんうん、キングサイズのスライムの王冠、玉の作成などに、え、玉の作成に必要なんや。へえー。よしよし、いっぱいクリアしましたよ。で、あのレシピさ、え、食堂で渡せばいいのか。で、多分派遣も帰ってきたよね、もう。あ、おるおる。ダンも大きくなったみたいだけど、まだまだね。もっともっとお宝を集めましょう。そうそう、トマソンさんが駅に掲示板を置いてくれたから確認してみるといいわ。なあ、え、もう帰ってきたってわけじゃないのか。気をつけていけよ。こっちで話聞かんといかんのかな。よく来たな。発見。派遣だな、戻っているぞ。おお、いっぱいゲットしてくれとる。あ、助かるね。あ、お宝もあるよ。何、宝の地図って。ただいま。おかえり。成功、失敗もあるんかこれ。どんなもんだ。あ、推奨レベルがあるってことはやっぱ失敗もあるんか。で、レベルは上がるの。魔力の土、純白の骨、スライムゼリー。で、お宝は？どんなようだ。え、お宝は特にないの。ご用ですか。で、加入させれる子はいるのか。いなさそうやな。お宝の候補です。加入希望者の中にダンの評判を聞いてやってきたモンスターがいるようだ。おお。見て、名前ハンナちゃん。全然似ても似つかんけど。あ、加入可能よ、シモーヌ。決めましたか。おいでおいで。頼りにしてっからな。でかいな。だいぶでかいな。いや、危ない危ない、そんなハイタッチみたいなノリで剣差し出されてもね。シモーヌが仲間に加わった。いいですね。いや、とりあえず今のところは大丈夫です。ミワリンが来たってこと？え、今のさ、さて、パーティーにおるドラキー、だいぶレベルが、違う違う、こっちか。ほら、レベル8やけんさ、ね、加入したら入れ替えたいね。え、あのレシピは一体どうなったんやろ。いまいちよく分かってないんやけど。どこだ、持ち物。よく聞く分。持ち物について、持ち物メニューではスリングショットの弾や素材など持っているものを確認できるぞ。持っている数や効果などの詳細が知りたいときは持ち物メニューを見てみよう。うんうん。パスカル島の地図、鉄道の大旗、迷宮の隙間、ブラッドコーチ、やっぱあるよね。え、違う違う、あれ、やっぱりないんか。んじゃあレシピはもうあれか、渡されだったことが、自然に。旅の記録、いや関係ないよね。クエスト、お宝を集めて段を大きく、段ランクを4まで上げよう。まだ行ってないもんね、これ。うんうん。よし、ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってこと
ということで、とりあえずあの廃液をいっぱい復活させて、あの行動範囲を広げていかんといかんっていうことやね。でもって思ったより草原モンスターのレベルが高かったね。次また別のとこ行くか。